今年上半期の貿易収支は赤字額が3兆2000億円を超え、6期連続の赤字となりました。財務省が発表した今年上半期の貿易統計で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3兆2345億円の赤字でした。6期連続の赤字ですが、赤字額は前の年の同じ時期と比べて5割以上減りました。 輸出額は7期連続で増え51兆5169億円で自動車や半導体製造装置などが伸びました一方輸入額はパソコン類や航空機類が増え54兆7514億円と2期ぶりに増加しました6月の貿易収支は半導体などの輸出が伸び3か月ぶりの黒字となっています